どうした？この漢字読めません、お姉さん。お姉さん、この漢字。どれどれ？これ。どれ？日の国太鼓。うん。そうそうそう。今太鼓してもらって後ろで聞いとったでしょ。すごかったね。うん。女の子ばっかりって言われたでしょ。聞いてた？いや聞いてなかった感じ。素敵な音色が後ろで流れて踊りよったでしょ頭。そう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 。うまいね。変じゃないよ。それより何？何この間？何この間？なんか言えよって。いやすいません、お姉さん新人なもんでちょっと緊張しておりまして、すいません。そう、美味しそうなものがいっぱい並んどるでしょ、くまもん。いや話聞いて、そしてもうありがとう、くまもん。話聞いて、あんたもう甘えで一人で進めとけじゃないかい。ちょっとどうすればいいと、皆さん頭見に来とんのだ。今このお時間はそういう時間で、聞いて、寂しいけん聞いて、お願い、お願い聞いて。今日ね、美味しそうなのがいっぱいあるとたい、だけいっぱい紹介したいばって。あ、来てくれた、よかった。そう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 、スタンショ近いな、近いな。確かに広いステージでこんなみっちりする必要ないけど、そう、地産地消鍋とか美味しそうだからいっぱいあるぞ。たいただね、地産地消鍋はちゃんと聞いてくれるね。あの11時からということなので、皆さんもね、もうちょっとですね、あと1時間ほどしてからね食べれますので、ぜひね、そちらのお鍋とか、その他にもいっぱい美味しそうなものが2人で話さんで。ちゃんと話聞いて、こんな近いんだけ聞こえるでしょ。はい、わかりました。もうじゃあね、くまもん、もう分かった、動きたいとね、くまもん体操も踊りましょう。よかですか。私がセンターで踊っとけて。もう時間がないけ、くまもん。なんでくまもん帰りよると。もういい加減にせんと、そろそろ怒るけんね。僕は食べに行くじゃないと。わかる気持ちは、やっぱりすでによか匂いがねしおるけんが、わかるけど、もうちょっとここお願い。じゃあ、くまもん体操いきたいと思います。すいません。じゃあ、くまもん体操ミュージックスタート。